キャノン EOS キスデジタルは、キャノン製、デジタル一眼レフカメラの入門、ファミリーユース向けシリーズである。上位機種は EOS10D シリーズ。ここでは、e、EOS キスデジタルと、後継機種の EOS キスデジタル N X、e X X、X、EOS キス X2、X10、X50、X6i、X9i、70、および EOS、キス F について取り上げる。なお、 2018年に発売された EOS-KISS-M は EOS-M5 の後継機となるミラーレス一眼カメラである。このためレンズマウントは EF-M レンズマウントであり、当記事で取り上げているカメラの EF-S レンズマウントのレンズとは互換性がないことに注意されたい。EOS-KISS デジタル EOS300D2003 年9月20日発売。 一眼レフカメラのユーザー層を広げた EOS キスシリーズのデジタル版として登場上位機種 EOS10D と同等の画素数の撮影素子を搭載しながらボディ単体での実売価格が12万円前後という低価格を実現させ普及型デジタル一眼レフカメラの先駆けとして注目されたライバルメーカーへの影響は大きく後に登場するニコン D70 は 正式発表前に開発発表として早々と公表されるなど異例の対応が取られた。当初はシルバーボディのみであったが2004年4月24日にブラックボディが追加発売された。アメリカでの名称は EOS デジタルレベル。ヨーロッパ、アジア、オセアニアでの名称は EOS300D である。なお専用レンズが開発されており、 このレンズとのセット販売もされた。2004年にはカメラ記者クラブ特別賞を受賞している EOS350D2005 年3月17日発売 EOS キスデジタルの後継機種。新設計のシャッターユニットやシャーシ、小型バッテリーの採用によりボディの小型軽量化を実現。有効画素数も EOS20D に迫る800万画素にまで向上した。 アメリカでの名称は EOS デジタルレベル XT、ヨーロッパ、アジア、オセアニアでの名称は EOS350D である。また、販売促進用として、ニュー EOS キスデジタルの名称も用いられ、当初よりシルバーとブラックの2種類のボディが用意された。EOS デジタルレベルザティ2006年9月8日、発売 EOS キスデジタル N の後継機種。 キャノンのデジタル一眼レフでは、初のローパスフィルター上のゴミを振動で除去する機能が搭載されたほか、画素数も上位機種の EOS30D を上回る1、010000まで引き上げられた。アメリカでの名称は EOS デジタルレベルザティ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアでの名称は EOS400D で、仙台同様、当初よりシルバーとブラックの2種類のボディが用意された。 なお、4代目のキス X2 が発売されても、低価格モデルとして2008年6月のキス回発売まで併売された EOS レベル XC2008 年3月21日発売 EOS キスデジタル X の後継機種であり、上位機種、有効画素数1、220万画素の CMOS センサー、DJIC3、ライブビューを搭載する。なお、 銀塩 EOS キスシリーズが2007年をもって生産終了したことから本モデルより機種名からデジタルが省かれた。また、ブラックボディのみとなるほか、記録媒体も SDHC、SD カードとなる。レンズキットに用意されるレンズには手ブレ補正機構を持つモデルを用意する。北米では EOS レベル XC、ヨーロッパ、アジア、オセアニアでは EOS450D の名称で販売される EOS KISS F2008 年6月27日発売 KISS X2 の廉価版の位置付けの機種 X2 発売後も低価格モデルとして併売されていた EOS KISS Digital X の販売戦略上の後継機種といえる北米では EOS レベル XS ヨーロッパ、アジア、オセアニアでは カノン EOS1000D の名称で販売される EOS シリーズでは最軽量ボディを誇る X2 と比較するとィジック3やライブビュー、手ブレ補正レンズの標準搭載などは据え置きながらモニターサイズや画素数を EOS キスデジタル X と同一化一部モードでの連写性能を落とすなどのスペックダウンを施し X により低価格かつ小型軽量にしたモデルである 初代 EOS キスデジタル、EOS キスデジタル N や銀円カメラからの買い替え層も狙っている。当然、x にもそのまま併売されるので、以降キャノンのエントリー機が2ラインになった。記録媒体は、X2 に引き続き SDHC、SD カードとなり、これにより、ソニーオリンパス以外の全社が、デジタル一眼レフのエントリーモデルでは、SD カードを使用することになった。また、 本モデルは発売開始当初、レンズ2本のダブルズームキットが用意されていなかったが、2008年9月5日より発売された。なお、これは、フィルムカメラ時代の EOS キス、ライトと EOS キス5及びその後継の EOS、キス7の関係に近い。また、ターゲットも、上記のように、フィルムカメラユーザーも視野に入れたものであることから2007年半ばを、 もって生産終了した銀塩キスの後継機とも言える EOS500DEOS キス X32009 年4月24日発売 EOS キス X2 の後継にあたる機種。北米では EOS レベル T1i、ヨーロッパ、アジア、オセアニアではカノン EOS500D の名称で販売される EOS キスシリーズ史上初めて動画撮影に対応した機種。 有効画素数は約1、510万画素で、ハイアマチュア向けの EOS50D と同じ画素数である。レンズキットに含まれるレンズは EOS キス X2 と同じもので、手ブレ補正機構を備える。フル HD での動画撮影に対応している。動画関連マニュアルでの絞り設定や ISO 感度、設定はできない。外部マイク端子も付いていないため、 音声は内蔵マイクからのみ記録可能である。設定すれば、音声を記録せず、動画のみの撮影も可能。キットレンズは USM ではなく AF の駆動音が大きいため、キットレンズでの撮影中に AF を使用すると、駆動音が記録されてしまうことがある。EOS KISS X4EOS 550D2010 年2月26日、発売 EOS KISS X3 の後継にあたる機種。 北米では EOS レベル T に合い、ヨーロッパ、アジア、オセアニアでは、かの EOS550D の名称で販売される。有効画素数は、約1、800万画素で APS、C サイズセンサーを搭載する EOS。デジタル最上位機種の EOS7D と同じであり、他社のエントリー機よりも大きかった。また、新たに、マニュアル露出や動画クロップ機能を搭載し、 フル HD 撮影時の撮影可能フレームレートが向上するなど動画撮影機能が進化している。静止画撮影時プラスマイナス2段までだった。露出補正の設定がプラスマイナス5段まで可能になった。高感度性能の向上も見られる。液晶モニターにおいて X3 の3型約92万画素画面比4、3から3型ワイド約104万画素、3。 と化ワイド化を実現した動画関連フレームレートが選択可能となっている EOS KISS X52011 年3月3日発売 EOS KISS X4 の後継にあたる機種北米では EOS レベル T3i ヨーロッパアジアオセアニアではカノン EOS600D の名称で販売される有効画素数は約1800万画素で新たに バリアングル液晶となった。また、これまでの全自動に加え、ピクチャースタイルも自動判別するシーンインテリジェントオートや動画デジタルズームを搭載するほかは、スペックはキャノン EOS60D と同等である。動画関連 EOS KISS X50EOS 1100D2011 年3月29日発売。KISS X5 の連価版の位置づけの機種、X4 発売後も低価格モデルとして、 併売されていた EOS KISS X3 の販売戦略上の後継機種といえる。北米では EOS レベル T3、ヨーロッパ、アジア、オセアニアではカノン EOS1100D の名称で販売される。また EOS デジタル発のレッドモデルを用意するほか、標準ズームレンズに単焦点レンズも同梱したこだわりスナップキットも発売される。なお、レッドモデルが用意されるのは日本のみである。 EOS650D2012 年6月22日発売 EOS KISSX5 の後継にあたる機種。北米では EOS レベル T4i。ヨーロッパ、アジア、オセアニアではカノン EOS650D の名称で販売される。有効画素数は約1800万画素と KISSX4 以来据え置かれているが動画記録に適した新 AF。 システム、ハイブリッドシーモス AF と EOS デジタルで初めてとなるタッチパネル液晶を搭載する。また、動画サーボ AF が可能となり、ステッピングモーターを搭載したレンズを使用することで、AF 駆動音を気にすることなく、スムーズな動画撮影が行える EOS100D。ありがとうございます。